自分がパジャマっていうことに1分前に気づいて <laughs> そうでまあ脱いでその途中やりと途中脱ぎ何まだ着替え着替えてなくてそう裸じゃないわ <laughs> そうねそう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 。 ま、裸で出るよりはね、そう、パジャマで出た方がいいかなと思ったから。<laughs> あとね、時間にち、あの、遅刻しちゃうよりは。なので、パジャマにしました。すいません、かなりの言い訳しました。<laughs> 寒くないえ、朝起きてちょっと寒かったから、暖房を25度の、あのー、風量をマックスにしたらめっちゃ高かった。 カけよカ、うん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 。タ <laughs> コさんありがとうございまーす。コココココ。マリゲコのクバンありがとうございまーす。えもうこれ今地べたよ。<laughs> 昨日はねあの椅子に座ってたんですけど、今は地べたです。ゆきありがとうございます。ありがとうございまーす。あ、タワード。 ゲゲゲびっくりキントーンじゃなかった <laughs> あのね、一桁間違えた。<laughs> すいませんすいません。あれそうあ、合計でってことあ、恥ずかしい間違いしたもう今。<laughs> ごめんごめん。あ、でも、金額的にはそう、そうってこと そういう、ね、1101001000万だからちょっと待ってえっとギフト的には違うけどそれそれを2個くれてるってことだから金額的には一緒だからありがとう <laughs> そうってことよねうんうん、うん、そう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 なんか2個くれてるからそう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  ありがとう。<laughs> いや、ちゃんと俺も言わなきゃいけないなと思って。ね。ありがとう。こんこんこんマリゲーコの奥ンありがとうございます。<laughs> そういうことやね。そうそう,そうそうそう。そう。もう今日は、あの、夜もやれたらやろうと思うんですけど、本当ありがとうございます。とりあえず朝に、あの、コンサートの話が早くしたすぎて。<laughs> そうです。今日はでも平日だから、 8時までしかできないので8時までやりたいと思いますまずは最初影穴からゴン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 コンバリ稽のおこありがとうございますはたありがとうございます影穴めっちゃ緊張してたっけってさきさんにも言われた声がめっちゃ緊張してたって <laughs> 影穴の声がいつもと違って草生えたなんて草生やすなお疲れありがとうございます うん、穴テンンショ上がってましたそうなんかあの影、ー、穴ずっと言われてなくてそうでなんか昨日昨日言われたんですよ桃が影穴ですってことそう昨日なんかマネージャーさんにしかも急にだよなんかリハーサル終わってはあんかあのあメイク直しとかしようかなみたいなそういう時になんか急にあのー、あ 影ない、ね、よろしくね、今日、みたい。え <laughs> そう。よろしくねじゃなくてし、知らないですけど、みたいな。<laughs> はにゃと思って。聞いたことある近所の中学生の声だな、と。<laughs> そう、なんかセリフが長くて。そんな軽く、そう、なんか軽く言われたけどさ、ものとしてはめちゃめちゃ、なんか、重要なことじゃん。 そうだったんですよモーターじゃないって隣の人に聞かれて違うよって言っちゃった <laughs> 違うよって言うな <laughs> そうなんかあの最初にね本当は名前を言いたかったんですけどなんかセリフがもうほんと、ね、あのなんかコンサートの始まり なんか、いつもの公演の影穴とかもちろん緊張するんですけど、もういつもの公演よりも何倍の人数のファンの方がいるので、メンバーもね、いつもより人数多いし、そんな中でね、そう、影アナウンスをするのはめちゃめちゃ緊張したんですけど、もう最初最初のその始まる前にめっちゃ練習した。 学校の行事だとしてえそりゃ鍵穴そうそうなんかも,もそう、なんか撮って出し写真の時間をそう撮って出し写真の時間を間違えててなん,なんかみんななんでこんなまだ30分前なのに焦ってんだって思っちゃうのも,もはずっとそしたらも,もが時間間違えてて だから取って出しの写真はあの2分で前髪やりましたそれからまたちゃんとやりました <laughs> 慌ててそうなんかずっと階段のところであの影の影の練習してたのでえあと2分ですとか言われてえ二2分何度もあって余きありがとうございます昨日のコンサートお疲れ様でした写真ツイッターにいっぱい載せたからまた見てねえもう見たあ <laughs> 昨日も昨日あげてくれてたやつは見たし全部保存しましたありがとうめちゃめちゃ綺麗に撮ってくれてて嬉しかったそう,そう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 そてそう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  なんかね、ツイッターとかで、あのー、ハメも保存してわ、ハメ保存してないなんて言えないよね。<laughs> なんか、ツイッターとかで、その、カメコ席にね、座ってくださってたファンの方が、結構ね、写真を載せてくれてたんですけど、すごい綺麗で、なんか、そう、めちゃアイドルしてるモータンを撮ってくれてて、ね、<laughs> 全部保存しました。ありがとうございます、撮ってくれた方。カメコさんたちの写真で写真集欲しいぐらい。<laughs> かか <laughs> かっったたけどわりました遠かったよ1回のももから見て右側の,あの後ろブロックの真ん中の真ん中よりちょっと後ろぐらい <laughs> 伝わったかな <laughs> カメラ越しの目線来てびっくりした <laughs> バレた <laughs> なんかもう、そういうなんかカメラ向けられたり、その望遠鏡とかで見てくれてるファンの方に、そういうなんか、あの、目線を送るっていうか、その望遠鏡越しとかカメラ越しに、あの、目線を送るの好きなんですよ。なんかびっくりするじゃん、絶対。<laughs> そういうの好き <laughs> そう。うん。でもとりあえず昨日の鍵穴は、あのー、噛まずに、 うれしかったです。というか山自体やれて嬉しかったですいつもねあのコンサートとかそう、まあ、劇場でさえあんまりそうやったこともう、まあ、ほんと数回しかやったことがないからあんなねおっきいコンサート次世代コンサートのコンサートの始まりにだよしかもやらせてもらったことがめちゃめちゃ嬉しかったです本当ありがとうございます。 プロですねだってありがとう <laughs> ありがとうございますえそうツイッターにも書いてあったけどさなんかモータンが影山来ると思ってなかったから油断してましたみたいな <laughs> 油断し<す>な <laughs> ありがとうございますそうって書いてあってまあそりゃそうだよなって思った <laughs> ありがとうございますこう見えて足長いですね どう見てたんですかねえねえねえ <laughs> そう正直油断しましたですよね <laughs> ですよね圧が <laughs> アナウンサーみたいに綺麗な感じでされておおそういうことではありがとう もが一番、あのー、苦労した影山の台本は着席指定席女性児童優先席関係者の皆様のこの335が一番言えなかった最初女性児童優,優先席って <laughs> そう。 ショールームと声が違いすぎて、なんか影穴は、そのなんか、やっぱね、会場も広いから、あの、そう、なんかいっぱい話したいと、もう早口になっちゃうから、そうそうそう。だから、あの、ゆっくり話そうと思って、あと、あの、そう。 そそそうそうそう,そうなんか聞こえやすくする時はいつもより声ワントーン高くした方がいいよって言ってたのでそう綺麗な声でした思たしないと思った <laughs> それじゃあ失礼 <laughs> 一と言呼ぶんやで振りあがながふってあったのふってあった <laughs> 客席指定席女性児童優先席って振りがながふってあった そうですね。あとは、まあ、全体曲は、あのー。とりあえず、置いといて。青空かたもユニット、先に話します。青空かた思い。は。その。mv mv ブイぶりに、みんなで、その青空かた思い、二千二十一。メンバーと。ー mv ブイぶりに、何。まあ、ずっと会ってはいたんですけど、みんなで揃うのは。 久しぶりです。しかもみんなで踊,踊れるのもね。しかもですよ。ユニットの頭ユニットの一番最初にやらせてもらえてめちゃめちゃ嬉しかったです。足は書いてなかったね。書いてないわ。<laughs> 違うのあんなは別に。足、本番だ、本番ですって分かってたら足書いてないって。<laughs> でもまだ準備しまーすの状態だったから書いたの。タコさんありがとうございます。 そうでもなんかしかもコンサートってワンハーフが多いんですけどあざらかた甘いのはあのフルでねできて本当に嬉しかったですか <laughs> そのセットリストがセットリストが来たのがちょうどなんか最後のお,渡しお話し会 <laughs> 最後のあのー 「あの頃の君を見つけたの」のお話し会のちょっと前ぐらいにセットリストが来てもう本当に嬉しくて「トーク会とかでもそのずっと聞かれてたんですよなんか「そう青空片思い」トーク会「トーク会とかで「青空片思いあるよね」みたいな新世なエコー,サーってそうでもあるけど言えないじゃんと思って <laughs> 今日はめちゃめちゃ楽しかったでやんす昨日じゃないか <laughs> 無案なんで描まーすそう <laughs> あるけど言えないからと思って <laughs> そうなんですよあるよねって言われても,ももはずっと心の中であるよっても思いながら <laughs> そうそうなんだよね ありがとうえ今日ねメイクしました言いたくてうでしたのそうほんとに言いたかったでもね昨日ね「え、びっくりしたみんなダンダんって始まった瞬間そう もうなんか出てくときにめちゃめちゃはは始まらんと思う。うん。ゆかっこうの方ありがとう。<laughs> 昨日も見えてたよ。七人で来たーって感じ。七 <laughs> 人組で分かった？ フグルくんフグルと思ってなくてサブライズでしたそう本当に嬉しかったですね946日ありがとうございますあちなみにもう時計の時間わかんないんで8時一応念のため8時52分になったら教えてくださいそうあ,あそれラ片目も本当に嬉しかったしかも MV と同じ衣装でそう披露できたことが嬉しかった 8時52分間違えた !7 時52分 <laughs> そう。で、まぁ、あ、ユニット話しちゃうと、あと、奇跡は間に合わない。これは、もう、モにとって、何?なんか、大挑戦っていうか、そう。なんか大挑戦っていうか、まあまあ曲も、曲でモモに、モモがあんま普段やらない曲だったんですけど、メンバー。<laughs> あの曲、あのユニットって3人ユニットじゃん。そう。3人ユニットなんですけど、そのなんか、来た時に4人いて、そう。で、しかも、あの、三輪丸さんと、そのゆずぽさんとひめたんは、あの、ゼップで足長選抜っていう、そう。なんかその、めちゃめちゃ、ね、足長い3人の方が、3人で、なんか、 何ユニット組んでやってたのでなんかそ対比がね対比ていうかメンバーが送られてきた時にそこに入ってて「はにゃ」と思って「チラ」だって「チラ」って来てくれてありがとうはにゃ」って思ったし3人ユニットだから間違えてないのかなと思ってそううん結構ねメンバーにも聞いたんですよ え,ね、え待ってこれ間違えてないからマネージャーさんとかに聞いた方がいいかなって <laughs> そう何回もね結構聞いたんですよそうでもそうそうそうでもなんかそうなんか間違えちゃなかったらしくて <laughs> そう嬉しいことにねそのなんか ZEP のそこのね素晴らしいスタイルの。 方々の中にちょっと入っちゃって <laughs>、そう。えしかもなんかあのー、なんかその三人が足長すぎて、これはモダンやばいぞと思って、そう。これやばいと思って実はあの靴にインヒール入れてもらったんですよ <laughs>。みんな背高いし、そう足長いからやばいと思って靴の そう実はスニーカーだったんですけどあれスニーカーのところにちょっとこういうねヒールを中に入れてもらったんですよ <laughs> <laughs> そう <laughs> そうなんかなんかほんと鏡見た時になんかヤバいなと思ってそう衣装さんに「えすいませんちょっとなちょっといいヒール入れてもらっていいですか?」って <laughs> そうそうあこれぐらい そう,そう,そうこれぐらいちょっと入れてもらいましたなじ、まあ、アーカイブとか見てないから馴染めてるか分かんないけど <laughs> そうでもねあの美、ー、穂丸さんと一緒にそのダブルセンターみたいな感じでやれてうれしかったですそう でも大丈夫ぐらいい足長いやるめっちゃ嬉しいこと言ってくれるやありがとうそ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 うなんですよでもあやっぱりあの一番の見どころはあの感想のあのなんか帽子投げちゃって写真みたいなやつ <laughs> そうしかもなんかあれ急遽言われて急遽っていうか本当はああいう感じじゃなくてそう なんか、リハーサルの時は、なんか、あ、ここなんか踊ります、みたいな言われてたんですけど、なんか急に、あ、帽子投げるよ、みたいな。振り入れの時には言われてなくて、なんか、リハーサルしていくうちに、ああ、なりました。<laughs> あ、投げるんだ、と思って。そう。本当はね、リハーサルではね、まあ、普通にみおまるさんにパッてやるんですけど、なんか、本番成功できたのが嬉しくてジャンプしちゃった。<laughs> え帽子飛ばし超練習したそう本当に練習したもうなんか出る前もずっと帽子投げてたそうずっと帽子投げてたからあのその自分の格好とかそういうのに気にしてなくてマイク持たずに出てくところでした <laughs> そうなさのイメージ 10kg の子の,の2人がねやってる時にあの、まあ、スタンバイしようと思ったんですよ そしたらスタッフさんが、えマイクははあ、マイク忘れたと思って、しかも、マイクが反対側の袖にあるんですよ。しかも、反対側の袖に行くには、一回楽屋を渡らなきゃいけないんですよ。超焦った。やばいと思って。<laughs> そう。やばかった。うん。 よかった。マイクなしで出てくところだった。地 <laughs> 声で歌わなきゃいけないってことだった。<laughs> よかったです。そう。しかもなんか可愛、かわいもうね、いつも可愛いユニットが多いんですけど、可愛いっていうよりはなんかちょっと、あの、イケメンみたいな。なんか、ちょっと、男っぽいから、何こうやって笑う、なんか、こっちだけ口角上げる笑いみたいな、そういう曲だったので、YouTube でめちゃめちゃ、 研究しましまたあの宮沢沙えさんのやつとかジェリナさんのやつとか見て勉強しましたあ52分ですだってじゃあランキングやますんかまずね話せてないことがたくさんあるのであのー、夜もやるかもしれないので,で夜やれたらまた夜たっくさんお話ししますあ,とありがとうございますたっくさん したいと思いまーす。十 <laughs> 三位の生まれたナマズの方ありがとうございまーす。話したい方いっぱいだよねー。十二の生まれたナマズの方ありがとうございまーす。十一のトイプードルのアバターの方ありがとうございまーす。十位だいだい。ダンダン のフィーちゃんのバタたの方ありがとうございまーすうざな話聞きたいですだってでなんか8時にももは年齢的に8時に切られちゃうんですよ平日だからなので夜やるったらやるので夜も見てください宣伝入りました9位のネギのバタたの方ありがとうございまーす8位のパンダのお寿司のバタたの方ありがとうございまーす ラッキーセブンのうさちゃんがにんじんかじってるあばたの方ありがとうございます6位の男の子のあばたの方ありがとうございますありがとう奇跡は似合わない宇宙カッありがとうえ夜やれなかったらごめんなさいでもお話ししたいからやるつもりですやれなかったらごめんね5位のぴょんちゃんが マジになっちゃったアバターの方ありがとうございます4位の平野もなちゃんのアバターの方ありがとうございます3位のペンギンがサントさんになっちゃったアバターの方ありがとうございます2位の生まれたアバターの方ありがとうございますそれでは今日の1位

どうどうどうそれではいきまーすせーの l o v e イン。o t o プ1 0のおばたの方ありがとうございます意識高めくらみちゃん <laughs> それではいきたいと思いまーすガサ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 えなんか首すごいなんか 骨出るガサ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  見て,みてよじゃあ、切り役ぎれ、<laughs> 影のよくかわず逃げたなってももう本当に練習してたの、<laughs> はいじゃあ今日のもおタウルナイ、今日はですねあの昨日やった曲で行きたいと思います、そうこの曲を聴くといいよっていう曲にしました、まず

でーすはいえがたがえっと「恋の根拠」そうあの「恋の根拠」もうもう初めて踊った一応 MV メンバーなんですけどフルでフルっていうかその初めてやった <laughs> そう「神フレ」のメンバーがねなんか一回踊ったらしいんだけど初めてやりました今何分 時計ないからどこまで話していいのかわかんないけどなんか話すね <laughs> そうえじゃあ十九分になったら言ってねえなんかごめんねごめんねなんかみんなになんかお願いばっかりしちゃって時計自分で見るって感じだけどテレビつけたら音出ちゃう <laughs> あ違うじゃんテレビ音消してつけとけばよかったんじゃん こんだけのことやん。<laughs> テレビさ、音、音さ、なしでさ、つけとけばテレビ映ったよね。で、時計映ったよね。あ。<laughs> まあ <laughs>、そうじゃん。昨日もそうすればよかったね。言ってや。<laughs> <laughs> まあ、終わっちゃったことはしゃがない。星野源さん、ありがとうございます。 2458人の方、朝から見てくれて本当にありがとうございます。とりあえずマモが今日朝されたかったことは、昨日のコンサート本当に本当に楽しすぎて、楽しすぎました。今日夜やれたら、ちゃんと、あの、ま、もっともっと詳しいことまで話したいと思うので、ぜひ夜も見てください。よろしくお願いします。本当に、朝から見てくれてありがとうございました。それでは耳にしたいと思います。左手出して、右手出して。せーの、耳 ありがとうございましたバイバーイメールの返信とかねツイッターとかでも感想待ってますバイバイ